様。ようやく自由の身か。えらく時間かけやがって。あ、ナルト、サスケ、そしてサクラとカカシ、よくぞ世界を救ってくれた。ここにいる誰一人欠けても母を封じることはできなかっただろう。特にナルトにサスケ、お前たちが揃わなければ母を封じるどころか戦うことすら叶わなかった。これからも。おじいちゃん、それ以上は何も言わなくてもいいってばよ。そうか、よし。ではこれからのことはお前たちに任せることとし、わしたちはそろそろ去るとしよう。これより江戸天聖を下実する。共に戦った者であってもいつまでもここに残すわけにはいかん。光が。先ほど仙人様に言った言葉、信じておるぞ。この葉隠を任界を頼む。わしらがやるべきことはもう何もない。猿の言うように、あとは後の者どもに託すとしよう。マダラ、行くのか。ああ、お前も共にな。結局俺の夢はついえた。お前の夢はつながっている。急ぎすぎたな、マダラ。俺たちの代で夢を完成させる必要はなかったのだ。いかに後ろをついてきて託せるものを育てるか、それが大切だった。いずれにせよ、俺たちはもう死ぬ。次はあっちで杯を交わすとしようぞ。戦友としてな。